朝日。朝日ママ。朝日ママ。え？何やねん。何やねん。何やねん。何？何？ママごめんなさい。ん？朝日？何やろ？何やろ？なんだなんだ？無理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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。何何何？お化けではない。お化けではない。お化けではないけど。あれ開かない。ああ朝日ちゃんになってんだ、これ。なるほど。はあ、びっくりしたぜ。え、これ、あれじゃないの？帰ったら大変なことになるんじゃないの？すげえハーハー言ってるけど。あれ開かない。じゃあ朝日ちゃんでやらないとダメだね。ピッチャピッタピッチャ。どこ向かうんだ、これ。ママ2階だったよね。ちょっと探索してみる？朝日ちゃんで。ね。走った走った。朝日ちゃん走った。朝日ちゃん走ってる。頑張って。なんかちっちゃいからよく。あれ、開かんない。トイレ行きたい。漏れちゃう。漏れちゃうよ。ここは？ここ開くんや。うん、ママいないね。朝日やん。朝日ちゃん。わあ、ちゃんと走れてないちっちゃい子だから。あれわかんない。あれわかん、わかったよ。ほとんど上がねえな。てっとってっとって。ママー、ママどこ？ってことでね。ここは？なんで冷蔵庫まで開かないんだろう？おかしいでしょ。ここは？ここは？もうすでに血なんだけど。どういうこと？もうすでにここ血なんだけど。どういうこと？どういうこと？どういうこと？ここは開く？開かないんだ。そうかい。ここは？開いたね。なんでこれ、破れてんの？あれ、開かないって。全部開かないじゃないかよ。わかった、わかった、わかった。わかった、わかった。ここは？これも開かないの？ここは？開かないのね。はいはい。何？じゃあ、やっぱり2階行くしかないんだ。ちょ、行こうか。朝日ちゃん。朝日ちゃん、ママ大変なことになってるの。早くしないと、ママが。朝日ちゃん、朝日ちゃん。朝日ちゃん。朝日ちゃん。朝日ちゃん太ってるね。そこの隙間通れないんだ、朝日ちゃん。朝日ちゃん。どれどれ、ここまで来ましたよ。ね。2階に行けっていう話ですね。どれどれ。もうやだ、この音がもう。まず無理、まず無理。うわ、なんだ今の。なんかこれになんか変な白いの見えなかった？あ、割れてないですね。じゃあこっちに行けばいいのかな？しかないもんね。そうね。あはは、ママーママーママが大変なことに。あれ？あれ？いない。いない。いない。ここは？ああ、ここ通れた。え？え？いやー！大変なことにー！朝日ちゃん逃げなきゃ、これは。入るんじゃないよ。わー、誰？誰？誰や、これ。誰？誰？ママ、ママは？え？ユタニ？ユタニって誰だっけ？ああ！社長！ユタソフト社長。ママはお昼寝してるよ。さあ、おいで。ママみたいにきねえな。きねえ、きねえ。ああ、もうすでに噛んだ。やばい。ママみたいにきれいなお化粧しよう。
赤い口紅を塗ってあげるよ。いやいやいや、まず無理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 。これ逃げなきゃいけないのか。オッケーオッケー、わかった。わかった。逃げるのね。オッケーオッケー。うん、ママごめんなさいね。じゃあ、早速2階行こうか。ここらへん、ここに逃げ込むのかね。もしかしたら。開く？開かないね。どうすんだろう。じゃあ、ちょっと、逃げればいいんだね。オッケー。あったあったあった。理解した。ね。じゃあ、朝日ちゃん逃げよう。頑張って逃げよう。ね。お兄ちゃん頑張る。ね。頑張る。さーて。どうやって逃げるかだなぁ。ここは開かないんだね。はいはい。オッケー。どこをどうやって逃げるのかなぁ、俺。また死逃げになる気がする。これでしょ？またこのね、ゆたにしが。ねえ。ゆたにし、どうしたの？だ、誰？あの、外人風に。マン！ It's my mom！ あれ？よくわかんないけど。ママはママ。ママね。はい。まあ、塗ってあげるよってことで、さあ、逃げまひょ！逃げまひょ！ね、逃げる！さあ、早く逃げる。あららららら、どんどん逃げる。ちょっと、どこ行ってもいる。どこ行ってもいる。どういうこと？どういうこと？どういうこと？どうすればいいの？わかんない。もうちょっと待って、わかんない。どこ行ってもいるやん。なんなん、ユタニシ何人いるん？なんだよ、もう。ひどい。ユタニシひどすぎる。ちょっと待って。こっち側にいたけど、どっちに逃げんだ、次。え？わからん、わからん。ダメだ。ダメだ、絶対覚えてない。あ、ちょ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 。あ、もうお化けになってるじゃん。え？え？あ、そうなの？ユタニシお化けだったの？あ、そうなんだ。そうなんだっていうか、アサヒちゃんすごいね。TS 持ってんだ。TS 持って外出たんだ。すごいね。いや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 、じゃなくて、ちょっと待って、足痺れちゃった。どうしよう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 。え、ど、どこ逃げればいいのこれ。どこ逃げればいいのこれ。わからんわからん。ダメだ。一回死ぬしかない、これ。あ、開かない、開かないよ開かないよ。ちょっと待って、どうせいるだろう。ちょっと待て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 。わからん、わからん、わからん、わからんくなった、わからんくなった。ちょっと待って。ダメだ。一回死ぬしかない。ここにもまたいる？いない、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 いなかった。おう、いない。いない、いない、いない、どういうこと、どういうこと、どういうこと？ママを見つけるのかな？ママを見つけるのか違うのかな開かないよ。開かないよ。開かないね。開かないよ。え、どういうこと？じゃあどこに逃げんの？開かないよって。ええー、ユタニシがいる方向に逃げんの？ちょっとマジやめようよ。やめようよ。死んじゃうのわかるじゃん。わかるじゃん。わかってるじゃん。なんでわざわざ危険な方向に逃げなきゃいけないの？ねえ。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 ちょっと、アサヒちゃん、頼むよ。頼む、アサヒちゃん。こっち行きたくない。行きたくない。いやー。いやー。ちょ、無理だって、無理だもん。ここは？いるの？いないや、いないや、いないや、いないや。じゃあさっきのところになんか直接対決みたいな感じなのかな？ぽいなぁ。ぽいなぁ。ぽいなぁ。行くしかないみたいだなぁ。
一回ポーズ。これどっちに逃げるんだっけ。今こっから出てきて、でもこっち逃げらんなかったよね、確かね。ちょっと待って、ダメだ。わからん。全然わからん。一回死ぬしかないかも。おい、ちょっと待って、なんだ今の声。ヒヒヒハオとか言ったよ。いや、ちょ、もう。ないわ。これ、ない。ないよ。なに、これ死ぬしかないの、これ死ぬしかないのかな。朝日ちゃん、ごめん。わかんない。ちょっと、全然わかんない。これ死ぬしかなくない？死ぬしかなくない？わかんない。全然わかんない。ヒヒヒハオって言われたからもう、さ。だって開かないんだもん。あれ？ん？なんだ？ヒヒヒハオ。ヒヒヒハオ。いやー、そこに立たれたら逃げらんない。ダメだ。あれ？これ積んだ？積んだ感じだな。ヒヒヒハオじゃねえよ。なんだお前。ダメだ。どうすんだ？これ一回戻れば、いけるか？すぐにこっち行けばいいんだよね。多分ね。やってみよう。じゃあ、一回戻って、もう一回入って、で、すぐに左だったよね。確かね。ちょ、やってみよう。すぐに左。いけた。ちょっと待って。ポーズ。それで多分、一階に降りるでしょ？一階に降りて玄関かな？かな？一階降りて玄関だから、降りたらすぐ左だね。オッケー。わかった。行こう。さ、急げ。待て、ビビるって。何？じゃあ、どこ行けばいいの？どこ行けばいいの？わかんない。もうわかんない。ダメだ。もう心臓バクバクしてやばい。もう、やめてよ。ユタニシ、ほんま嫌い。ほんとに嫌い、ユタニシ。なんで社長やってこれたの、あの人。やめてよ、もう、ほんとにさ。意味わかんないよ。どこ行けばいいの？確かちっちゃい扉も開かなくって、トイレも開かなくって。食堂の方には行けたよね。食堂の方に行くしかないんだ。よし。食堂、こっちだったな。こっち。よし。オッケー。またいるとかじゃないの？ちょ、見てみよう。ほら、いた。そしたら、どこに逃げればいいんだ？わかんない。もうわかんないぞ。どこも開かなかったからな、あそこ、部屋。もう袋小路なんだよな。玄関から出れないとすると。ダメだ、マジわからん。わからんな。とりあえず、食堂、ちょっとやってみるしかないな。なに、メールなんか来てるわけな。おい、なんで来てんだよ、大山のメールが。やめろ、いやー、ほんと。
当に。ちょっと待って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 。待って。待って。ちょっと一回落ち着こう。ふぅ。ひひふぅ。よし。どうすればいいんだ？裏口も開かなかったもんな。裏口も開かなかったし、開いたのは冷蔵庫ぐらいだけど、あ、冷蔵庫も開いてないや。あれ？どうすればいいんだろう？全然わからんな。わからん。でもこっちに移動してきたってことは、一回戻って玄関から出ればいいのかな？ダメかな？玄関にまたいるかな？わかんないな。どこにいるかがわかんないんだよな。こっち？あ、こっちだな。行けるとしたら。え？いい！どうすればいいの？もうわかんないよ。っていうか、ここ最初の部屋だよね。最初の部屋？あれ？ちゃうわ。ちゃうわ。すぐに襖を開けて、逃げられるか。やるしかない。やるしかない。頑張れ。頑張れ。頑張れ。俺。よし。これすぐここ。すぐここ。ふい。ああ、もう横にいる。横にいた。横にいたよ。もうどこ逃げればいいかわかんない、これ。どうしよう。どうしよう。実況にならない。わかんない、これ。どうしよう。わかんない。ほんとわかんない。ほんとわかんない。どうしよう、どうしよう。全然わかんない。どうしよう。どうしよう。ユタにしよう。マジで殴りたい。はぁ、あ。どうしよう。どうしよう。どこに行ってもいるんだもの。量産型だもの。量産型ユタにだもの。どうしよう。勝てる気がしねえ。どうしよう。量産型に勝てる気がしないよ。えぇ、ー。わかんない。全然どこ行けばいいのかわかんないの。もうほんと無理。わかんない。うん。わかんない。ちょっと待って。一回ポーズで、ここにいるでしょ？え、ちょっと待って。いや。窓も開かなかったんだよ。窓も開かなかったんだよね。だよね。ここも開かないんだよね。いけたに。夢？じゃあ、やったー、いけたにだよー。夢？ほんと？これから、現実が起こるとかそういうのほんとやめてね。生田怖い。何生田どうした？あ、何さ、ひ、そうだよ、朝日ちゃんだよ。頑張ったよ。朝日ちゃん頑張って逃げたよ。これ、日記帳？ん？どれ？あ、豆腐通過！終わったはい、セーブします！もちろんはい、セーブ、あげき、はい、成功しました。やったー！ちょっとー、歌にし。おー、マジ勘弁だよ。今、だいたい、何分撮ってんの？今で。げ、もう30分撮ってんじゃんか。はい、じゃあ、今回は、ここまでとさせていただきます。ね、もう、しょっぱなから噛みましたからね。次回は、大山。
ってね、うん、僕の声でね、お送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。では、本日もご視聴ありがとうございました。ミルバケストでした。では、また次回。アデュー。